358ヤードパー4。ちょっと最初打ち上げのね。全然あの左向かっていい感じですか？そうだね、その一本木があるところのちょっと右あたりがいいな。だからフェアウェイとラフの境目あたりを狙っていきましょう。やべ、久々に叩きそう、うん、今日、うん、ちょっと右に行く傾向が。そうだね、偉いです。自分の傾向を見てしっかり向きを定めてください。もっと左でもいいぐらいだね。 OK、 そこだ。あら、惜しいな。ちょっとラフが長いけど、上げたらしっかり落とそう。ちょっと近く立とう、ちょびっと。オッケー、落とす。そう、オッケー、ナイスショー、最高、超えたね。もっと左向いて、結構左向いて。そうだ、もっと左。オッケー、で近く立とう。そう、オッケー、ナイスショー。球上がるようになってきたね。おいい傾向だ。で、なんで左向かせたかっていうと、あのグリーンの手前に、右手前にバンカーがあるのよ。見えた？はい。で、あのいつものね、恒例のバンカー越えになるわけですよ。ね、それを回避しようと。いやいやしちゃう。はい、で、僕バイオス。あ、そうだね。ごめん、忘れてた。9番でいきます。はい。お、なんか良さげ。あ、右だね。なんでかというと、つま先下がりだからだね。距離は良かった。うん、距離は最高ですね。でも距離が合ってきたってことはいいことだよ、本当に。ですね。うん、左右のブレはね、もうしょうがないから、私でもなるから普通に。そうじゃなかったら私全部入ってるから。いや、まあ、確かに。それはそうだ。そう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 。その中でもミスがあるってことは左右にブレてるっていう話だからね。近く立ってちょっと。OK。で、腰から腰まで。そう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 。腰から腰まで。ごめん、思った以上にゆっくりだった今。ごめんね、ごめんね。上げたら落とす、上げたら落とす。あんまり手使わないでね、楽に、手は楽に。腰から腰まで、こう。腰低いね、腰低いね、もう膝ぐらいだもん。そうだね、そうだね。そのなんで私がサンドウェッジとかを持たせないかというと、このね、行ったり来たり感がすごく嫌なんだな。疲れるし。はい。だったらユーティリティに慣れてもらって、手前からトントコ行った方がマシ。そうだー、今のが欲しい。今のです。今の、はい、もうそれ手前からトントコ。で、あそこからサンダで、手前から3打でいきましょう。ショートめに。おー、いや、でも悪くないよ。3打でいけそうだね。おー、ナイス。入れよう、うまいね。真剣に。オッケー、ナイスイン、3打。うまいな、マジで。整いました。はい。はい、頑張れ。はい、最終ホール、はい、9番480ヤード。さっきやっぱり体の開きが早かったんで、うん、引っ掛けちゃったんで、はい、ちょっとしっかり。 OK、
で、なんで私がああいう軽いスライスの球が出ると予測したかというと、地面がつま先下がりなの、今。あ、やべ、指入ってた。え？なるほど。じゃない？うん。なので、スライスすると思いました。なるほどね。はい。あ、で、グリーンに、つま先下がりなんで、左向けてたのは、ドライバーだとつま先下がりの場合、引っ掛ける可能性ってすごく低いんですよ。うん、確かに。なんで、まあ、アイアンとかだと腰が止まってとかっていうのは全然大いにあるんだけど、それはクラブが短いからであって、ドライバーの場合クラブが長いので振り遅れる可能性がすごく高いことを予想して、まあスライス出るだろうなって。おお、いい。どこ行った？ゴロだって。今の反省は？そうですね、ちょっとスレしちゃいました。ふん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 。その対策は？だからあれかな、手打ちすればいいのかな。いいと思うよ。だから手打ちっていうよりかは、手打ちっていう表現はあんまり良くなくて、上半身だけで打つとか。あ、そうです、上半身だけで打つ方がいいですね。うん、手打ちだけだと顔、体が全く回りませんよみたいな話になっちゃった。飛ばそうと思っちゃってこうなっちゃったんですよね。右足体重乗っけちゃったんで。まあそうなるとね、なりやすいよね。左には戻りづらいから、左足上がりってプラス1だから3打目ぽい。落とす。そうけー、ナイショー、最高です。いやー、こんなつもりじゃなかった今日は。俺なんか上手くなったんじゃないみたいな感じに言われるつもりで来たんですけど。そっか、はい、残念。まだまだだったな。おお、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。もうあれをひたすら打ってくれ。5番アイアン握ります。おお、なんで？なんで？距離があるから。何ヤード？5番アイアン握んないですよ普段。何ヤード？何ヤードあるの？ 160? え、もっとあるね。171って書いてあるんだよ。打ち上げだよ。180あるよ。届かねえじゃん。いや、届かないよね。え、でもさ、その上って三遊になっちゃうんでしょ。7遊。あ、7遊か。7遊。出た、なんかその自信満々に。なんか。ピンの右がすぐ OB になってるので、ピンの左にさ、1本木があるじゃない、はいはい、あっちの方狙っていきましょう。上半身だけで。はい、準備をしない。はい。オーケー、ナイショー、最高。最高です。いや、でも全然いいよ。あそこは別に乗せるつもりなかったから。ないよ。だってこっから乗せるつもりだったの？いや、やっぱ攻めのゴルフは持ち剣の真骨頂かな。いや、攻めるところと、あのメリハリつけよ、マジで。あの攻め方間違えるとマジで怪我するから、本当に。おお、当たるようになってきました。そして、おお、いけ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 、ナイス、いいね。58でいきます。はい、短めに。まあ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 、大丈夫大丈夫、いいんだよ。短かったら何でもいいから。はい。おお、めっちゃうまい。ナイス。短めにってナイスタッチなんだからさ、全部短めでいこう。はい、集中して。惜しいな。入れましょう、しっかり。あれ？集中して。オッケー。
お、うまーい、ナイス。生姜焼き、私も生姜焼き。美味しいですよね、生姜焼きね。美味しそうだよね。で、美味しそうだね。マグロ丼、群馬に来てマグロ丼。海ねえのに。咀嚼するとか頼んで。海ねえのに。咀嚼。じゃあ咀嚼します。いいわ、それ。どっち向けて流してるの。そういう動画じゃねえから。そういう動画じゃねえから。